ではいただきます。餃子の糖質の多くが餃子の皮に含まれているので、油揚げを代わりに使用して糖質を低く抑えています。詳しい糖質量などは説明欄に記載していますので、もしよければ合わせてご覧いただけたらと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。